Hey, what's up, people? This is Freddy, and we are now in Minami Aoyama. I am going to bring you to one of my favorite salons right here. This salon is called Clio. So let's go check it out right now. Come on. Ah, Shindo, so what are you gonna do to my hair today? It's like my hair is like so long and messy and all that. 今日はフレディをこう明るくもうすごいハイトーンにして、そこにビビッドの色を重ねて、ちょっとクレイジーな。 Wow, he's gonna make some crazy hair for a crazy person like me.今日のスタイルは、まず最初にカットはサイドと襟足の部分を、まあ、結構伸びていたのでちょっとシャープに刈り上げて、左右でちょっとフォルムのバランスが違うような、アシンメトリーの、フォルムにしてっていうイメージを、まあ、作りました。僕は美容師になってから、4年になります。なぜ美容師を目指そうと思ったかというと、まあ、その自分の手でものづくりをしたい、まあ、海外のブログであったり、まあ、海外の雑誌から結構トレンドは勉強することが多くて、まあ、たくさんの人にすごい感動を与えられるような髪の毛を切りたいなという、カラーは、今日のイメージだと、ビビッドな色を入れる。全部で3回ブリーチをして、ちょっと黄色みがなくなるまでまず脱色をしました。そして、ポイントで、セクションを取り分けて黄色と、ブルーとを2色入れていきまして、毛先の方はちょっと白っぽいのが残るような感じのスタイルにして、カラーをやりました。で、根元が、例えば染まってなくて、で毛先の方にかけて色が入っていくというような、まあ、グラデーションはよくあるので、ちょっとその逆で根元に色を入れて、で毛先の方は色が入ってないというような、ちょっと新しいバランスに取り組んでみました。まあ、クレオはお客様の髪の毛がいつも美しくあるように、やっぱすごい商品やら薬剤にもこだわっているので、そして、まあ、そういう意識が、今度2年前にできたシンガポールのお店でも海外初出店になるんですけれども、まあ、今後は東南アジアを中心にクレオがどんどん展開していくと思うんですけど、で海外でももっと喜ばれるようなクレオブランドが作れるように、まあ、頑張っていこうと思います。This is so crazy. My hair is now white and yellow and blue. So I think when I see people, I will make a huge impact on them, right? Yes. ちょっと色をいろんな色を使って、でインパクトのある。Shindo-san, ありがとうございます。ありがとうございます。本当にお疲れね。